じめまして、私は匠セーフティージャパンの代表を務めている吉田と申します。この度我々匠セーフティーは10周年を迎え、ここタイで、展示会を出展いたしました。こちらの展示会我々も初めて出展しておりまして、その中で新しい我々の商品であったりとか、あと、いろんなお客様からのですね、情報ニーズを取り組みながらですね、次の新しい商品化につなげたいなというふうに考えております。10周年を迎えるにあたっては、この安全靴だけでなく、作業手袋も出店おり、我々いろんなお客様に通じて、我々の商品を提供していきたいなというふうに考えております。こんにちは、匠の樋口です。匠のシューズの特徴は、3つのコンセプトがございます。1つ目が軽さです。やはり軽いシューズというのは非常に疲れにくくなっておりますし、疲れにくさというのはワーカーさんの集中力の向上にもつながってくるところになります。2つ目にスポーティーです。後ろに見ていただいて分かる通り、特にこの忍者シリーズに関しましては、スポーツシューズからのインスピレーションを受けた、シューズを作っています。さまざまな素材、そのカッティングも全てなんですけど、そこを工夫することでスポーティーな見た目の、その見た目からもやっぱりワーカーさんのモチベーションを、上げることを目標にしています。3つ目にコンフォートです。やはり履き心地の悪いシューズっていうのは毎日履きたくないと思われてしまうところですが、匠は、そのモールドから一つ一つ考えることによって、よりこう履き心地の良い靴を、また明日もこの靴を履いて働きたいなと思っていただけるようなシューズ開発をしております。今後ともよろしくお願いいたします。